聖雷案事件で、台南刑務所より、台南地方法院に応送される逮捕者アジトとなった。聖雷案聖雷案事件は、1915年に、日本領台湾の台南町、で発生した、武装放棄。地名から、タパニー事件とも、首謀者が、予政法であったことから、予政法事件ともいう。本当人による最後の抗日武装放棄であった。首謀者のあまり政法は、 かつて、台湾総督府警察の警察官であった。その後警察を退職し、職を点々と変えた後、最終的にセーライアンに出入りするようになった。そして不況活動の傍らセわライアンをアジトに、抗日武装表記を計画するようになった。1915年、キールンで同志が逮捕されたことから計画が発覚、予聖法一党はいち早く山間部に逃げ込み、 ゲリラ戦を展開した。余政法は、大民事被国法馬平大聖罰殿下大元水を、を自称し、聖アンの祭人である、五福王屋の神職を利用するなど、宗教色の強いものであった。最終的に、日本人95人が殺された。事件に関連し逮捕検挙された者の,の総数は1957人を、数え、 死刑判決を受けた者は866人となった。しかし、死刑囚866人はさすがに多すぎるため、被害者と同数の95人のみを執行し、その他は大正天皇の即位記念恩赦ということで減刑した。ありがとうございます。